こんにちは。特定社会保険労務士の工藤です。労働者が会社を辞める際、2つの形があります。労働者自身の事前の申告により雇用契約が終了するケースと、会社側の意思によって一方的に雇用契約が終了するケースです。後者が解雇です。解雇は一方的な労働契約の解約ですから、労働者の承諾は必要ありません。ですが、日本の労働法制の下では従業員を簡単に解雇できません。それを知らず安易に解雇の手続きを進めてしまった場合、裁判などになります。多大な時間、労力、金銭的な支払いが強いられます。今回は解雇とその影響をテーマにお話しいたします。チャンネル登録がまだの方は、この画面すぐ下の赤いボタンでご登録ください。この番組では有益な情報を0円で手に入れることができます。この動画はどんな人に有益なのかというと、解雇の種類についてシンプルに学びたい方、解雇が行われた場合の影響について知りたい方、裁判にならないために解雇のリスクを知りたい方です。解雇には大きく分けて4種類あります。懲戒解雇、諭旨解雇、普通解雇、整理解雇です。順に見ていきます。まず、懲戒解雇です。解雇の中で最も厳しい措置とされています。懲戒解雇は、会社内の秩序を著しく乱した労働者に対して、ペナルティとして行われます。この場合、いわゆる即時解雇も可能です。従業員としての身分を失い、退職金も支給されず、さらに解雇予告、または解雇予告手当の支払いもなされないということです。懲戒解雇になった場合、次に勤務する会社でその旨を申告する必要があります。つまり、労働者に一生ついて回り、再就職の際に大きな不利益をもたらします。懲戒解雇は、従業員にとっていわば死刑宣告に等しいです。ですから、社長の主観だけでは決定できません。正確に言うと、社長の判断で行うことはできても、裁判では不当だとしてひっくり返される可能性があるということです。まず、あらかじめ就業規則でルール化された公平な基準が求められます。ここに書かれていない事由では処分できないんです。そもそも絶対に懲戒解雇にできるという案件は非常に少ないです。それだけ解雇はハードルが高いということです。例えば、解雇トラブルになれば、起こした行為そのものだけでなく、その方の役職、責任の重さ、業種、仕事環境など、いろいろな要因で解雇が有効か無効かの判断が変わります。懲戒解雇は解雇予告、または解雇予告手当の支払いが必要ありません。ですが、実務的には懲戒解雇であっても、解雇予告、または解雇予告手当の支給をしているところが多いです。それはなぜかというと、即時解雇をするには、労働基準監督署長の認定が必要だからです。この認定基準が非常に厳しく、認定が下りなければ解雇予告手当の支払いが結局必要になります。そもそも懲戒解雇は普通解雇に比べて格段に有効性のハードルや紛争リスクが上がります。後日解雇された従業員が不当解雇だとして会社に裁判を起こすケースが非常に多いんです。裁判所は懲戒解雇の有効性について普通解雇よりも厳格な態度で審査します。労働者の規律違反行為の程度が解雇されてもやむを得ないほど悪質であるかどうか、会社が解雇した労働者に対して指導や警告を段階的に行って、労働者が改善するチャンスを与えていたかどうかを重視します。仮に適正な懲戒解雇であったとしても、労働者が納得しないで裁判にでもなれば、時間と労力とお金が消えます。そのため、懲戒解雇ができるケースであっても、あえてそのようなリスクは犯さず、普通解雇で収めている会社が大半です。諭旨解雇とは、労働者が
最も重い処分である懲戒解雇に相当する程度の問題を起こしているにもかかわらず、会社の酌量で懲戒解雇よりも処分を若干軽減した解雇で済ますというものです。本人が反省しているなど、情状酌量に余地がある場合に行われます。諭旨というのは、理由を諭し告げるという意味です。会社が強制的に処分を下すのではなくて、会社と労働者が話し合い、あくまでも両者納得の上で解雇処分を受け入れるという形をとります。具体的には、会社が労働者に退職届や辞表の提出を提案し、それでも退職届や辞表が提出されなかった場合に、懲戒解雇が行われます。この場合には、解雇手当や退職金も支給されるケースが多いです。普通解雇は、社員の勤務態度、仕事能力などを理由に行われる解雇です。労働者には、雇用契約に定められた契約内容の履行が求められます。この義務のことを債務といい、この債務を行えなかったこと、つまり債務不履行に対して課される最も重い処分が普通解雇ということです。この債務と義務の線引きが非常に難しいです。これは解雇全般に言えることですけども、現在の労働法では客観的合理的理由と社会通念上の相当性が求められます。仮に就業規則が定めている解雇事由に該当していたとしても、当然に労働者を解雇できるわけではありません。解雇が権利乱用でないかが問題になります。要するに、解雇の原因となった行為が経理で、これで解雇になるのは酷だという場合であったり、この会社における過去の同様のケースにおける取り扱いとバランスを欠いている場合には、解雇は無効となります。裁判などにおける判断の基準は、基本的に労働者に有利というのが専門家の共通認識です。なお、懲戒解雇の場合、雇用保険の手続きは少し変わります。3ヶ月間待たないと支給されないということです。ですが、普通解雇であればすぐにもらえます。また、もらえる期間も長めになるケースが多いです。懲戒解雇は、労働者本人の起こした問題による退職ということになり、会社都合退職には含まれません。反対に、普通解雇の場合は会社都合退職です。ただし、退職金は減額になるケースが多いです。最後に、整理解雇です。企業が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇です。普通解雇や懲戒解雇が行われるのは、労働者側に原因があります。ですが、整理解雇は労働者ではなく、会社側の経営上の理由から行われるということです。ですから、適切かどうかの判断のハードルは非常に高くなります。整理解雇は裁判例が充実し、判断基準が確立されています。具体的には次の4つです。1、人員削減の必要性。2、解雇を回避するための努力を十分にしているか。3、手続きの相当性。4、対象者の選定方法の合理性です。人員削減の必要性というのは、簡単に言うと、経営上の理由によって人員を削減する必要がそもそもあるのかどうかということです。この判断は裁判所によって一律ではなく、それぞれの事案に応じた判断がなされます。一般的に人員削減を行わないと必ず倒産するというところまでは要求されていません。債務超過の状態であったり、赤字の状態が慢性化している場合、人員削減の必要性が認められることが多いです。解雇が適正かどうかの判断は、専門家にご相談になることをお勧めいたします。ご視聴ありがとうございました。私は大谷翔平選手の体制を手助けしたメンタル向上のカリスマ、原田隆氏の考えにのっとって作られた就業規則の作成を行っています。今抱えている人材のモチベーションを上げ、会社の戦力となって付加価値をもたらす社員に育てる、そこに重点を置いた就業規則です。ご関心のある方は、
概要欄をご覧ください。紹介動画をご覧いただけます。